対戦回トト予想この動画では8月13日14日に行われるミニトト A ミニトト B について予想をしていきたいと思います是非最後までご視聴よろしくお願いしますミニトト A の対戦カードになります左側がホームチーム右側が青 A チームになります北海道コンサドーレ札幌がホームでキッセル神戸と戦う形となります 通算対戦成績では北海道コンサドーレ札幌が8勝、ヒッセル神戸が15勝という状況です。直近の対戦成績ではシッセル神戸が5勝という状況です。前回の対戦ではシッセル神戸が4対1で勝利をしています。ビッセル神戸はビルドアップに苦戦していると感じており攻撃に苦戦している印象、対する北海道コンサドーレ札幌は前節。 小柏選手の復帰など攻撃陣が奮闘して湘南ベルマールに5対1で勝利をしています今回の予想では北海道コンサドーレ札幌の方が勝率が高いと予想します続いての試合はジュビロイワタがホームで浦和レッズと戦う形となります通算対戦成績ではジュビロイワタが29勝浦和レッズが24勝という状況です直近の対戦成績では浦和レッズが 3勝2敗という状況です前回の対戦ではウラワレッツが4対1で勝利をしていますジュビロ磐田は前節サガン鳥スにゼロ対2で負けてしまっておりセンターバック2人に怪我が出てしまっており得点力不足が否めませんウラワレッツは前節負けてしまってはいますが調子は上がっている印象今回の予想ではウラワレッツの方が勝率が高いと予想します続いての試合は 横浜フマリノスがホームで湘南ベルマーレと戦う形となります通算対戦成績では横浜 F ・マリノスが26勝湘南ベルマーレが10勝という状況です直近の対戦成績では横浜 F ・マリノスが3勝1分け1敗という状況です前回の対戦では横浜 F ・マリノスが4対1で勝利をしています湘南ベルマーレは前節1対5で負けてしまっており 残留を争う相手に2連敗中という状況です横浜 F ・マリノスは前節負けてしまっていますがチーム状況は悪くなくとてもいい試合をしていました今回の予想では横浜 F ・マリノスの方が勝率が高いと予想します続いての試合は FC 東京がホームでセレッソー大阪と戦う形となります通算対戦成績では FC 東京が13勝 セレッソー大阪が十二勝という状況です。直近の対戦成績では、FC 東京が三勝二分けという状況です。前回の対戦では、FC 東京が一対ゼロで勝利をしています。FC 東京は前節負けてしまっているのに対し、セレッソー大阪はリーグ戦含め十試合負けなし。攻守の切り替えが非常に早く、守備が非常に安定している印象です。 奥野選手も講師において聞いていると思います。今回の予想ではセレッソー大阪の方が勝率が高いと予想します。続いての試合は川崎フロンターレがホームで京都サンガ FC と戦う形となります。通算対戦成績では川崎フロンターレが14勝、京都サンガ FC が8勝という状況です。直近の対戦成績では川崎フロンターレが3勝2敗という状況です。 前回の対戦では京都サンガ FC が1対0で勝利をしています京都サンガ FC はリーグ戦5試合勝てていない状況に対し川崎フロンターレはメンバーも揃ってきており前節横浜 F ・マリノス相手にアディショナルタイムに得て、大事な試合で勝ち点3素晴らしかったと思います今節も川崎フロンターレがホームということもあり今回の予想では 川崎フロンターレの方が勝率が高いと予想しますこちらがミリトト A ーの投票率になります北海道コンサドーレ札幌対リッセル神戸は北海道コンサドーレ札幌の方が投票率が高くなっていますジュビロイはタ対浦和レッズは浦和レッズの方が投票率が高くなっています横浜 F マリノス対湘南ベルマーレは横浜 F マリノスの方が投票率が高くなっています FC 東京対 セレッソー大阪はセレッソー大阪の方が投票率が高くなっています川崎フロンターレ対京都3階 FC は川崎フロンターレの方が投票率が高くなっています今回のミニトト A はこのように予想させていただきますミニトト B の対戦カードになります左側がホームチーム右側が青 A チームになります鹿島アントラーズがホームでアビスパ福岡と戦う形となります 通算対戦成績では鹿島アントラーズが22勝アビスパ福岡が4勝という状況です直近の対戦成績では鹿島アントラーズが2勝1分け2敗という状況です前回の対戦では鹿島アントラーズが2対1で勝利をしています鹿島アントラーズはリーグ戦5試合勝ちがない状況で8月7日にレネバイラー監督が解任アビスパ福岡は 新型コロナウイルスの影響で前説は試合中止になっています両チームとも難しい状況ですがアビスパ福岡はルバンカップもあり中3日での試合になります今回の予想では鹿島アントラーズの方が勝率が高いと予想します続いての試合は柏レーソルがホームでサンフレッツェ広島と戦う形となります通算対戦成績では柏レーソルが27勝 サンフレッチェ広島が18勝という状況です直近の対戦成績ではサンフレッチェ広島が2勝1分け2敗という状況です前回の対戦では柏レーソルが2対1で勝利をしています両チームとも根気調子が良く上位陣対決になりますサンフレッチェ広島は前節は中3日でルバンカップもありメンバーを変更しておらず今節も中3日での試合になります 今回の予想では日程的にアドバンテージがある柏レイソルの方が勝率が高いと予想します続いての試合はガンバー大阪がホームで清水エスパルスと戦う形となります通算対戦成績ではガンバー大阪が33勝清水エスパルスが27勝という状況です直近の対戦成績ではガンバー大阪が2勝に分けいっぱいという状況です前回の対戦では 1> 1対1で引き分けてていいまますガンバー大阪は先試合が中止になっています清水エスパルスは先説 FC 東京に2対0で勝利山原選手とチアゴ・サンタナ選手のコンビで2試合連続で得点を入れています今回の予想では調子を上げてきている清水エスパルスの方が勝率が高いと予想します続いての試合はサガン・トスがホームで 名古屋グランパスと戦う形となります通算対戦成績ではサガン・トスが7勝名古屋グランパスが7勝という状況です直近の対戦成績ではサガン・トスが2勝に分け1敗という状況です前回の対戦では1対1で引き分けています名古屋グランパスは新戦力の茂博選手永井選手が活躍をしており前節は両選手とも得点 永井選手は1ゴールにアシストという活躍です。今回の予想では引き分けをベースに考え名古屋グランパスの方が勝率が高いと予想します続いての試合は岩手グルージャ盛岡がホームでブラウブリッツ秋田と戦う形となります通算対戦成績では岩手グルージャ盛岡が4勝ブラウブリッツ秋田が11勝という状況です直近の対戦成績ではブラウブリッツ秋田が 4勝1敗といいう状況ででですす前回の対対戦ではブブラウブリッツ秋田が3対1で勝利をしています両チームとも今季は難しい状況ですがブラウブリッツ秋田はリーグ戦3試合負けなし岩手グルージャ盛岡との対戦成績もいいため今回の予想ではブラウブリッツ秋田の方が勝率が高いと予想しますこちらがミニトトビーの投票率になります鹿島アントラーズ対 アビスパ福岡は鹿島アントラーズの方が投票率が高くなっています。カシワレーソル対サンフレッチェ広島はカシワレーソルの方が投票率が高くなっています。ガンバ大阪対清水エスパルスはガンバ大阪の方が投票率が高くなっています。サガントス対名古屋グランパスは名古屋グランパスの方が投票率が高くなっています。岩手グルージャ盛岡対ブラウブリッツ秋田は ブラウブリッツ秋田の方が投票率が高くなっています。今回のミニトトビーはこのように予想させていただきます。ミニトト A、ミニトト B について毎週予想していますので、ぜひチャン